次はちょっとあれ挑戦してみようかな。階段上りですね。あ、無理だ。記録1、2、3、4、5、6段。よし、もう一回行ってみようかな。よし、ほっ、あ、記録1、2、3、4、5、6、7段。おお、いけてるやん。1段ずつ高くなっていってる。よし、そしたらこれ立ちこぎしたりってへんかな。だ、あ、続いた。記録1、2、3、5、6、7、8、あ、9段、結構いくな。よし、ここまでです。いやー、楽しかったな。はい、皆さんこんにちは、池田です。今日はですね、マウンテンバイク、フルサスペンションマウンテンバイクのお話なんですけども、ズバリ言うと階段登れるのかというところですね。まあ、僕ツーリングバイクとかロードバイクで階段を登るっていうのはまあまあ、ね、僕じゃちょっとできないんですけども、まあ、担ぎ上げて登るとかやったらできるんですけど、乗ったままですね、果たしてできるのかどうかっていうのをちょっとやってみようと思います。で、その階段がこんな階段です。はい、高さが10センチぐらいかな、10センチぐらいの階段がここにあって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14段あると、これを、まあ、登れたら、まあ、登ったということになるんじゃないかなというところです。で、今回は前もお借りしてた、サンタクルーズのこのブラのフルサスですね、これでちょっとやってみようかなと思います。おそらく降りるのはできると思います。降りるのはできるんですけども、登る方ですねは一体どういう風になるのかちょっとやってみます。では行ってみます。はい、ではですね、早速やってみようと思います。サスペンションはオンの状態ですね、オンの状態でやってみると。で、最初は助走をつけずにすぐ下から登って、まあ、次はちょっと助走をつけてシュッと行ってみようと思います。はい、よし、最初はゆっくり前の方からちょっとやってみます。せーの、ダメじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、だから何段や、14やから、まあ、18段か、今8段いきました。もう一回いきます。ちょっとギアを軽くします。さっきちょっと重すぎた。ではいきます。あれ、あれ、前輪一番上まで行きました。14段。あれ、意外と行けるかもしれんす。今ギアが一番軽いやつですね。これ取る前の練習含めて今さっきので4回目です。意外と無理かなと思ったんですけど、行けるかも。もう一回行ってみます。よし、では行きます。あれ、ダメじゃな。まあ、ひとまず、前輪は一番上まで行けたという感じの、状態ですね。前輪は一番上まで到達してと。では今度はここつけてみます。はい、映ってますかね。ではこの胸部分でつけてちょっとやってみます。さあ、さっきはですね、前輪が乗っかったんですけど、次はどうなるか、いきます。ほっ、ダメじゃー。
記録1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11段、14段中11段が OK です。なんかね、上、一番上に行くと勢いがなくなるんですよね。だから焦げるんだけど、こうバランスが悪くなるというか。もう一回いきます。いや、やっぱりこの辺りで止まる。記録1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11段。よいしょ、やっぱりそうなるか。だから一番軽いギアではなくて、ちょっとだけ重たいギアにしたいかな。1個下げます。では行きます。いけた、いけた、いけましたね。一番軽いのではなくて1個重くしたら焦げたから、上まで登れた。ちょっと下ってみよう。わー、おもろ、下りはおもろい、最高。いけたな。ちょっと感動。いけたわ。そうか、トラクションがかかるってこういうことなのかな。なるほどな。ちょっともう一回やってみよう。これでいけたらまぐれじゃないですね。ではいきます。あー、ちょっとミスった。では行きます。ほっ、あ、外れた。あ、でもいけるかも。まあ、いけるかもって言って上に来て、よいしょ、階段を降りるのが僕の楽しみやったりするんですけど、よいしょ、あー、おもろい。階段を降りるのってスピードがあった方がやっぱり安定するというか安心しますね。いや、もう一回最後にやってみよう。いきます。おお、いけた。いけるもんやな。いけるな、いけるな。ああ、楽しい。そういうことか。だからそういうことやね。よっこらしょ。皆さん行けました。はい、ちょっと驚いたことにですね、階段登れましたね。かなり嬉しいです。よく YouTube の動画で登ってる方とか、わ、すげえなと思ったんですけど、あれと思って、いや、最初登った時にその階段、この14段分中8段ぐらいまで行ったんですよ。8段ぐらいまで行って、あ、これ行けるかも。でもそっから上がなかなか難しいなと思ってたんです。で、そこで、まあ、何回かそこでって、もう本当に動画に撮ったような感じなんですけど、一番このギアのもう超でかい軽いギアがあるんですけど、これがですね、多分 50T ぐらいあるんですよね、おそらく。まあ、パッと見てわかんないんですけど 50T ぐらいあると。でもこれじゃなくて1個小さい方に落としたらいけましたね。こんな坂なんで、一番軽いのがいいんじゃないかと僕思っとったんですけど、そうじゃなくて、ちょっと重い方が登れましたね。なんかその軽すぎると一番上でこう失速して、こうバランスが崩れて足ついちゃうって感じだったんですけど、ちょっと重たくなるとムーンってこう踏ん張るスピードがまだちょっと乗るんで、上まで行けちゃうという感じの印象を受けました。階段登りの名人でも何でもないんで、今やって感じたことですね。経験談。今経験したことから言ってるんですけど、そこがですね、すごい面白いなと思いました。で、なんかこう、トラクションがかかるみたいな話がよく僕聞いとったんですけど、どういうことかなと思って、ロックありとロックなしでやってみたら、ロックありの方が階段の段差をグッとこう掴むような、ロックありじゃない、サスペンションが効かせる、ロックなしかようにしたら、グッと掴むような、掴んでこう這い登るような、なんかそんな印象を、受けましたね。いやー、これでもこんな階段登れるようになったらですね、
いやマジ面白いですね。まだ階段の高さが10センチぐらいなんでなんとかなったんやと思うんですけど、いやこれ本当にあのクロスカントリーのあのマウンテンバイクってやっぱり面白いですね。もうフルサツがここまでなるとは思わなかったな。はい、あ、はい、はい、ということで、今回は、階段登りに、挑戦とやってみるという回でした。いろんなところまだ走れる可能性がですね、あのどうやら秘めてそうなんで、他のところも行ってみようと思います。あと1個最近あのスタンディングですね、あれもちょっと信号待ちの時にやったら意外とこうやりやすかったんで、どれぐらいできるのかなというのをやってみようと思います。はい、ということで今回は階段登りをやってみるという回でした。ご視聴ありがとうございました。